あんたは好きでもない曲を強制的に切ったりしたことはありますか？私も実際はありまして、特に流行ってる曲、流行ってる曲や友達に勧められて、そのね、曲は強制的になったということですね。それはどんな曲かというと、昔は結構、まあ、メタルとか、まあ、こっち系のまあ聞いたりしたことがあって、それは友達に勧められて、まあ、ちょっと強制的になった。自分も好きではなくて、まあ、それは何かというと、まあ、自分がこうね、乱暴したいというか、ちょっと乱暴心をちゃんと開きたいというのは、こういうメタル系とか、またはすごく激しいの曲、ね、激しい EDM や激しいのメタル系を聞いたりしたこともありまして、でも当初僕を聞いたりすると、僕は本当にその曲を聞くと満足のでしょうか、満足ではなくて、あくまで自分が威張りしたいというのは明らかのことになったわけです。だからこそ本日をみんな紹介したいのは、音響によって対人恐怖症につながるというのを説明なんですけれども、もしあなたは好きでもない曲を聴いたりすると、あなたは何を感じてしますか？自分を感じたのは何かというと、まあ、自分との両親とあまり合わないということ、自分の中の心と合わないということ、自分の思いと自分の心境に合わないということ、自分の宗教も、特にブラックメタルはサタニズムに、まあ、鬼に拝むというの宗教なんですけれども、これはね、普通のキリスト教徒も抗うの宗教だから、あまり自分との理想とのずっと外れたわけです。では本日は3本でどうやってその自分の音響を見極めれば自分の対人恐怖症に対策につながるというのを本日お語りしたいと思います。第最初の1票は、何かするかというと、自分が一番の気持ち悪い曲、自分があまり聴くのでもあまり心とつながらないというの曲なんですけれども、それを、まあ、全てはいいですけれども、全てじゃなくても、まあ、20個ぐらいを紙で書いてください。で、それを書いたら、そのままランキングしてください。1から100、一番傷ついたりしないの曲は1、一番傷つくの曲は100で、それを全てを書いてください。それを書いたら何かするかというと、それ、まあ、いらない曲をとりあえず外す。同じく2番目のステップなんですけれども、同じく自分の大好きな曲をいくつを書いてください。そこでも1から100、100は一番のレベル高い、つまり一番のすごく心に響く楽しいの曲を書いてください。そして1は一番ダメの曲というのを書いてください。で、それ全てを書いたら何が起こるかというと、あんたは今自分の好きじゃないの曲を外して自分の好きな曲だけを聴く。だから自分が好きな曲を聴いたりするからこそ、自分のモチベーションはだんだん上がっていく。そして自分は最近もあまり曲も聴いたりしないので、最近はポッドキャストは結構聴いたりします。特にモチベーションポッドキャスト、自分の好きなポッドキャストは経済的なポッドキャストなんですけども、パッド・フリムのパシブインカム、スマートパシブインカムと、あとはゲリビナチャックのアスゲリビというの2つのポッドキャストは出張を聞いたりしますので、もしよかったらこちらの、まあ、英語ができる方はそのポッドキャストをご堪能はいかがでしょうか。ではレシェプの皆さん、僕はどこからその知識を持ってるかというと、まあ、これは自分が自殺未遂になった頃、自分のコーチは自分に案内したのことですね。つまり自分のコーチは自分に自己啓発というの正解にいざなった時には、僕はそこから、まあ、いろんな知識や経験を重ねて、そこから僕は対人恐怖症と僕を乗り越えたからこそ、同じ人を助けるというのを自分のミッションにした。
だからもしあなたは現在対人恐怖症を抱いている方だったら、こちらの動画をご覧ください。そしてもしあなたは相談に乗る人があまりなさそうで、僕はあなたの相談の窓口になります。もしよかったら下の概要欄で自分のウェブサイトが書いてあるので、そこでもスケジューリングも可能ですけれども、または自分にも直接に個人メールでもしたら結構です。アイシェイプの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、自分はより優越感を得るというのを説んですけれども、自分の優越感を得るからこそ対人恐怖症につながるというのを動画ですけど、もしよかったらこちらの動画を見たいな方は登録ボタンまで通信ボタンをお願いいたします。またはこの動画を気に入れたら高評価お願いいたします。僕思うのは配りは世話です。つまりシェアはケアですけれども、だから友達にもシェアしてください。こちらのチャンネル、僕は何かするかというと、大体は対人恐怖症や内向的ものを、対策を探す。どこから探すかというと、自己啓発の世界か心理学というのをいろいろな技を基づいて、こういう対人恐怖症の対策を探す、みんなをシェアするというのがチャンネルですけれども、またはビジネスにもちょっとやったりしますので、特に Facebook マーケティングを満載に貼ってありますので、もしよかったらその間でこちらの動画をご覧ください。では次の動画で、はい。